大会の開催で大臣の要職になっていただいている橋本大臣に再任されて本当に心強い限りでございます。何としてでも達成できるように共に連携していきたいと思っておりますので、引き続きよろしくお願いいたします。コロナ対策の調整会議も今月から始まっておりまして、しっかりと開催に向けて、万全の体制を整えるためにしっかり努力していきますので、これからもぜひよろしくお願い申し上げます。